神仏集合の里じゃったの、糸代全体が。明治維新に別れさせられたの。神道っていうのを、結局、日本の宗教として立ち上げたわけやね。ほんで分離されてまったのよ。そうじゃけど、ここは白山中教神社のもとでしょう。ほんでここは神道で残ったわけ。で向こうは文教、あの仏教の帰依したっていうんだね。で完全に明治維新で分かれたのね。これは明治の23年にできたお家屋でね、まだ120年まだあの二十歳の時にここへ来たでしょう、で20年間あの仏教で育っとるっていうことはね、これ中身が濃いのね。仏教の方の大切さみたいなものもようわかるんや。でここへ来てやっぱり神様の大事なっていうこともね、両方がわかるんじゃ。仏様と神様では、神様はね、さらっとしとる。今はだいたい1キロ。今年はちょっとニシンが多い感じがするな。私は1キロのニシンに1升の米を炊いて、1升分の麹を入れて、大根を細かくしたのをちょっと水揚げしてつけて、それを絞って3つをニシンの切ったのと干して麹が1升分、それからご飯が1升分を混ぜてつけるのね。で、大根をつけるときに結構塩を入れて水揚げしとるのでね、あんまりあとは塩を振らんとやるのね。そうやると甘くて美味しい寿司になるのね。割合に長い間で味変わらんのよ。それが美味しいなと思うけど、昔はやっぱり麹が欲しいんであったもんで、酸っぱくなったそこんと。本当にニシンと大根の寿司っていう感じじゃった、昔のは。でも美味しかったね。それがごちそうの日っていうことやで。12月のね、今年はちょっと10日前につけたんじゃけど、だいたい私は10日頃つけるのね。それが正月の食べ頃っていうことで、でその正月に向けて作るっていう観念があるのね。それを基準にしとるでね、そういうふうにはつけるんじゃけど、でも甘くつけているから結局結構たってもいいんじゃね。そういう感じじゃね。で乾燥しとるでしょ、生でないから。あれ生のニシンじゃったら絶対ダメじゃよ。乾燥したあの硬いニシン、それはやっぱり保存食っていう意味でこういう山の中で取り入れられてきたでないかなと思うけどね。ニシンだけは小さい時からあったの。神様へここはあの結構参りもするでね、やらんならんのね。昔からのしきたりを私はおばあさんから習って引き継いとるんやけども、31日と123の朝晩を祭るんやでね。何を祭るんですか？朝はお餅、そして昼は夜はご飯出てね、もう全部新しいものにしてお供えせんならんの。へー。それも続けるのね。お岸があるだよ、専門の。へえ。ご神前と御霊様とこの大黒様と、そして門神様って言ってね、あの松を飾るでしょう。門松に、やっぱり神様が神様としてお供えするのね、締めもして。
それをやらんならもちろんで結構1月は忙しいので、これが大祓いでね、これが御神前に言う言葉のなのね。これは今神社へ参っても私らがみんなでやるのね、うん、これが神様。これ新しいの干して、それの廃止としてあるね、これ、これが御霊様ですね。よよの御親たちの御前を拝み祭りで慎み、敬いも猛作広きやつき耳もかたじけなみ祭り高き尊き御教のまにまに、御を慎み技に励に、うからやからもろもろもろ心を合わせ結びなごみて、お敬い使える湯様をめぐしとなしまして、海の子やそ続きに至るまで家角高く立ち栄えしたまえと慎み、お敬いもうもうすっと言うんです。でもいつも感じるのは、上からおじいさんやおばあさんから引き継いだのはやりやすかったけど、今度は子供に教えていくって歌難しい。それを感じとるわ。これができるかなと思っとる。で、子供が年が寄ってくると、そういう大切さみたいなものを感じてくれる時があるでね、引き継いでくれるかなと思っとるよね。やっぱりね、人間生きていくのにやっぱ何か中心的なものがいるでしょう。それを感じるのね、何にもノーでいいってことないと思うので、だから宗教って大事だと思うので、で、崇めるっていうところが引き継いでいってもらえたら、それは一番嬉しい。